こんにちは。私たちは学校司書の図書館大好きウェブを配信しています。伊那市内の学校司書が読み聞かせをしますので聞いてください。今回読むのは上伊那に伝わるお話です。信州駒ヶ根の昔話、早太郎。駒ヶ根青年会議所、駒ヶ根市保育協会民話グループ作、田中邦治絵。信州駒ヶ根の昔話、早太郎。昔々、今から700年ほど昔のこと、駒ヶ岳にいた山犬が、高禅寺の縁の下で、かわいいかわいい子犬を5匹産みました。和尚さんは食べ物を運んでやって、山に帰るときは1匹置いていってくれやえ、と、母犬に頼みました。ある日、母犬は1匹の子犬を置いて山へ帰りました。そうかそうか、お前はこのお寺に残るように言われたんじゃな、と言って和尚さんは子犬の頭を撫でてやりました。子犬が風みたいに早く駆け回るのを見て、和尚さんは早太郎という名前をつけてやりました。やがて早太郎は熊やイノシシにも負けない立派な犬になりました。それから何年かたったある日のこと、一日坊という旅の坊さんが遠くから高禅寺を訪ねてきました。私は遠州でとても悲しい祭りを見たのです。それは白羽の矢が立った家では、祭りの日に娘を白木の箱へ入れてお宮に備えなければなりません。そうしないとせっかく実った田んぼや畑の作物が一晩のうちに何者かに荒らされてしまうのです。私は祭りの夜隠れて様子を見ていました。すると化け物たちが出てきて、今宵今晩おるまいな、信州信濃の早太郎、このことばかりは知らせるな、早太郎には知らせるな、おらんぞおらんぞ来るもんか、と歌いながら娘をわしづかみにすると、さっと消えていきました。私はそれを見て早太郎を探す旅に出たのです。信濃の国を訪ね歩きましたが、早太郎という人は見つからず途方に暮れていました。この村まで来て村人から高禅寺に早太郎という犬がいることを聞きました。人だとばかり思っていた早太郎は犬だったのです。どうか早太郎を貸してください、と一日坊は和尚さんに一生懸命頼みました。それを聞いた和尚さんは大層気の毒に思い、早太郎に言いました。早太郎、お前、行って助けてあげなさい。横に座っていた早太郎は、胸を張って、ワンと返事をしました。次の日の朝、和尚さんに見送られて、一日坊と早太郎は、天竜川沿いを急いで遠州へ向かいました。何日も寝ずに村に着いたときは、ちょうど
祭りの日でした。人見悟空になる娘の家には村人が集まり、嘆き悲しんでいました。娘の代わりにこの早太郎を箱に入れなさいと一日坊が声をかけました。この犬が本当に私を助けてくれるのだろうか。娘は心配しました。また田んぼや畑が荒らされないだろうか。村人たちは不安でした。夕方になると早太郎を入れた箱は村人に担がれ、お宮に運ばれました。やがて真夜中になりました。生臭い風とともにドシンドシンと大きな足音が近づいてきました。化け物たちは歌いながら箱の周りを踊り始めました。今宵今晩おるまいな、信州信濃の早太郎、このことばかりは知らせるな、早太郎には知らせるな。おらんぞおらんぞ、来るもんか。今宵今晩おるまいな、信州信濃の早太郎、このことばかりは知らせるな、早太郎には知らせるな。おらんぞおらんぞ、来るもんか。その化け物たちの大きな口は耳まで裂け、目は真っ赤に燃え、爪は鋭く尖っていました。それから化け物たちはあたりを見回してにんまり笑い、どれどれ娘をいただくか。蓋を開けた途端、待ち構えていた早太郎はうおっと飛びかかった。うわあ、早太郎だ。ガオーガオー、うおーうおー。早太郎と化け物たちの戦いが始まった。叫び声はあたりの山々に響き渡り、村人たちはその恐ろしさに一晩中震えていました。あたりはシーンと静まり返り、やがて夜が明けました。村人たちが恐る恐るお宮へ行ってみると、そこには三匹の年取った大きなヒヒが倒れていました。こいつらがわしの娘を食ったのか。前の年に娘を人見悟空に出した村人が泣き崩れました。わしらはこの化け物を神様と思っていたのか。村人たちは次々と驚きと憎しみの声を上げました。その時、早太郎がおらぬ、早太郎がおらぬ、皆の衆、早太郎を探してくだされと一日坊が叫んだ。でも早太郎の姿はどこにも見えませんでした。その頃、早太郎は生まれ育った信濃の国へ向かって、傷ついた体を引きずりよろめきながら歩いていました。やっとの思いで高禅寺までたどり着きました。和尚さんに抱かれた早太郎はワンと一声吠えると静かに息を引き取りました。化け物と戦った早太郎は霊剣早太郎と言われ、今でもみんなの心の中に生き続けています。ご自宅に絵本があったら、ご家族で読み聞かせし合うのも楽しいですね。